ドではね、またカメラボタンを押しにね、来ます。時々それにね、間に合わないこともありますが、コメントなどいただけるとね、嬉しいです。で、この動画はですね、YouTube にアップするものもあれば、しないものもあるかもしれませんが、アーカイブで残ってる、題名がついたものはですね、必要のない方はね、音声をオフにしてでも。
からなくてもね、ああそうなんだと思って、いやいいものを受け取ってるんだっていう意識でね、見ててもらえればそれで大丈夫です。そしてね、また何かいいことあったら教えてください。ちなみに昨日は金銭的にいいことがあるようなことだったり、あとシューマン共振、今の地球のシューマン共振が高まってきたり、いろいろ変化があるんですけども、そういうものに 対応したね、音を昨日の分は流しておりますので、またよかったらね、そっちも聞いてみてください。聞いてみるとか、まあ見てみるというか、それで大丈夫です。よかったらね、コメントいただけると嬉しいです。スーちゃんはうるさいよ、戻ってくる。
れ、どこ行ったかな、ほら、まだ来ない。さっき話してたひいおばあちゃんのね、口内炎みたいなの、昨日の夕方から、夕方、夜と朝ってことは、ね、マヌカハニーってご存知ですかね。マヌカハニーを水で溶いたものをやったんだけど、かなり赤みが引いてました。なので昼間の朝のというか1時までやってる動物病院なので、ちょっと行こうかなって思ってたんだけど、夕方までね、様子を見てみようと思います。良くなってそうだったら、もう少し様子見てもいいかなと思います。髪が昨日の夜と朝とちょっと上げただけなんだけど、だいぶなんか炎症が収まってるみたいで、効いてるかな。そんな感じです。映ってますかね、ナナちゃんがやってること。もう本当に猫あるあるですね。後ろに入ってしまいました。カーテンなんかでもね、向こうとこっちで遊んだりするんだけど、今あそこの向こうの布の間に入ってちょいちょいしてます。今度多分また出れなくなって騒ぐと思いますけど、入るのはいいけど、出るとき大騒ぎするか、またさらにあそこをいろいろと破壊して出てくるんだと思います。安全ピンやクリップで止めてるから、あそこから出てくるか。せっかくきれいにしたのに遊んでます。
らねんねしたいと思います。可愛いです。見えてますかね。見えてる。見えてる。